富士錦、大吟醸、金。静岡県の富士錦酒造株式会社さんが醸す富士錦、大吟醸、金の紹介です。開栓は5月31日で2週間強経過しております。いつもの1号茶のめちょこに8分目ほど注ぎます。比較的綺麗に澄んでおり、色もほとんどついていません。上立ち花は心地よく華やかでメロンのように香ります。以前いただいた県知事賞受賞酒は静岡工房 HD1 でしたので、これも静岡工房と思われますが、酢酸イソアミルだけでなくバランスよくカプロン酸エチルも出ているイメージ。アルコールの添加が良い方に働いていそうです。非常に我が家好みの香りです。いい香り乗ってんね。含むと綺麗、少々冷えている温度帯も相まって美しいほのかな甘みと滑らかな口当たり。静岡らしく酸は抑えめで上品かつ安心感、後半は短めで颯爽と引き上げていきます。やばみ、いわゆる飲みすぎてしまいそうな危険な酒です。もう一度注意深く含む。この優しさ、そして誘導体でいざなわれた安心感、これはシマウマだ。時を忘れ眺めていられる優しい目、そしてゼブラゾーン、うまいっす。この日合わせたのはささみサラダにごまドレッシング。ささみのあっさりうまみにごまの風味が生かされ、富士錦の優しさともよく合っていました。お試しあれ。価格や詳しいデータ、シマウマの写真は終了画面左の画像からブログを参照してください。またゆきの酒 YouTube チャンネルを気に入っていただけましたら、終了画面右の画像よりチャンネル登録をお待ちしております。